ました。フリーパフォーマーの梅谷健太です。お願いします。待って待って、忘れましたって何？忘れました。もう忘れてましたじゃなくて、忘れました。前回ですね、リアルあるということで、僕に実際起こった、実際に見たリアルなあるあるをちょっと映像化して説明解説をさせてもらったんですけど、すごい評価が良くてですね、第2弾をやろうかなということで、ちょっと今回やりました。今回のテーマは、嫌われてる先輩ベスト3。それはある。これはあるよな。前はリアルあるというかは、梅谷が受けたリアルな話。そうやな。今回は嫌われてる先輩、見てる人も一人は嫌いな先輩おると思うね。嫌われてる人は大体決まって嫌われてるやつ同士共通点があるから、嫌われてる、もしくはこれから先輩になる人はこれだけは気をつけようと考えてね、新生活送ってもらえたらなと思います。梅梅チャンネル。では嫌われてる先輩ベスト3はこちら。はい梅、はいはい梅、ちゃんと出せよ。ベスト3って感じやな。先輩やしきつくは言われへんけど、嫌われてるというか嫌や。でこの中でもキジさんとかは下手って分かってるやん、自分のことを。はいはいはい。だから下手って分かってたらごめんごめんってなるんやけど、うんうん、それでもこう偉そうにするやつだ。偉そうにってか、いやそれはちゃうやろみたいな。あ、でもこれは特に嫌われるから。それで言うと、キジは高校時代そうやったで。今はちゃうと思うけど、高校時代だって B のキャプテンやからみたいな言ってたで。ああ、そういうのが言っちゃうな。そういうのが言っちゃいよくない。俺は B のキャプテンしてますせのやつはもう嫌われる。A のキャプテンも言ってこいよ別に。俺 A のキャプテンしてるんでお前どうする、やるかとはなれ。うまいやつほどそういう謙虚やで。 B でキャプテンしてるやつって一生絶対に A 上がられへんやつやもんな。 B のリーダーにされてんやから。 B のリーダーが抜けたらもうだって終わりやねんから。今後一生 B でやろうと思われる人がキャプテンされる。こんなん言ったら今 B でキャプテンだって変わってたやん。確かに、あの精進するべきやな。まあまあ進化はできるからな。パススピードが速かってトラップできひんかったってなったら、それの練習とか自主練でしたらいいやん、うん、彼らはしないから。シンプルに下手なやつ。なぜシンプルに下手かというと、努力をしないから。絶対トラップできる、練習したらできるのにしないから。だから嫌われる、これ。なるほど。そう。シンプルに下手なやつって、努力を怠るから、人に変な当たり方をしてしまうということやと思うね。前のあるあるで言ったら、そういう人がやっぱ普通に縛いてくるから。なるほど。うん。だから、その怖いねんけどな。嫌われるやろな。で、そういうやつって、徐々にこう、怖いも、怒りが勝ってくるもんな。うんうんうん。腹立つやろ。腹立つけど、こういった縛いてくるの。もう、その時の後輩はどういう気持ち？そういうのがあるよ。で、今そういうことしてる先輩は、多分時代的にクーデター起こされるから。あ、そうやね。怖いから。そうやね。クーデター予備軍が嫌われるよっていう。なるほど。嫌われますよ。気をつけてくださいよっていう感じですね。梅梅チャンネル。続きまして、嫌われてる先輩ベスト2は、こちら。あ、梅。はい。ちょ、はい、これ。はい。ちょ、洗濯出しといてくれん。はい。え、1枚で回して、他のと一緒にせんどって。1枚ですか？これ1枚で回しといて。はい。ほんであの柔軟剤、あのバニラの匂いするやつ、いつもの。はい。あれ使って、はい、で、あと乾燥かけといてほしいんだけど、はい、その乾燥の後、あのそのままにせんどって、乾燥してパリパリになってまうから。はい。その後しっかり部屋に干して、はい。で、明日の朝ちょうだい。あ、わかりました。よろしく。ありがとうございます。あー、まあこれは関係ができてる先輩やったらいいよ。師弟関係とかな。ああ、そうやな。俺がもう大好きな先輩。もうその人から学びたいからその人に近づいていったとかやったら。いいけど。いいやろ。じゃない。じゃない。特に、寮生活とかやったら、よくあるのかもしれない。人に洗濯をさせる行為を。で、こういうやつに限って、ほんまに洗濯にこだわり持ってんねや。ほんまに。やっと言ってくれてありがとうじゃない。ない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 。お前これ、何やらしたで、一個前のやつが、臭かったやつ洗濯機で洗ったら怒られるとか。ってことのやつと、ま、過ぎちゃうみたいな。かわいそうやって。よく臭かったから。実名出すなよ。時間ないから、もう1年生の夜なんかは。自分でもうテレビ見て、ポパーンとしてね、やべっち FC 見て。やべっち見てて。今後、人間においでいい、自分でやってからなことを人にやらすっていう行動は、これほんまに良くないね。なるほどな。怪我してとかやったら、お前、俺怪我してるからちょっと1週間ちょっと洗濯したらとかやってくれへん。ただまあ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 、これは、いや、もちろんやりますよ。後輩が先輩の洗濯する
とかはさ全然あることやけど、うん、普通はさ洗濯担当がいて、うん、回していくやん1年とかで、うん、とかじゃなくとかじゃない上ちゃんとかそうじゃなかったそうじゃないもう、うん、ユニとかはあったけど朝昼で多い時やったらその夜も練習して3部練とかやったらこのを全部夜に渡されるマジはいはいはいで洗っといて回すやん自分の回すのいつっつってもう回したらもう回ってるわ深夜ほんでも朝練やんもう1年がどんどん終わっていくこれを絶対に自分でしたら済むと思うねん確かに確かに後輩にさせるってほんまに意味分からへんことやん一緒に回しといてくれへんじゃないやんう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 ん別なやん別別別お前と一緒にすんなよとか言われるってことだよそう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 、うわそれは嫌やな各後輩たちはいろいろいたずらしてるから俺は唾とかタンは毎回入れてたおうトイレに洗濯機が4つぐらいあったんやけどいやそれが嫌やなもうそうやでそこに落ちたらもう落ちたら落ちただけでちょっと下こすってからこうやったりとかこういうのはようやってた1年生同士でお前らはとか言うねん、はいはい、あれが一番楽しいベッドとかもしよるやつもんベッドを毎回こう晴れん時に昼休憩授業中抜けて寮入って干しとけとはいはい自分でせえよおうさあもうこんな時間ですね嫌われてる先輩ベスト1位はこちらおいうめはいよし筋トレ行くわ筋トレですか筋トレ行こうはいおいおい鍛えなあかんなはいあの俺のプロテイン持ってこいあのチョコ味のやつはいいつものやつ持っていけはい出していこうよはい、オッケーですありがとうございますいやー、今回はもう全部あるあるよな、うん、嫌われてる人は大体もう大体の確率でムキムキは嫌われてるムキムキのやつって結局で、ね、後輩に痛いことしたいうまいのそいつはサッカーはそのちゃんと筋トレしてる人例えば足速くなりたいからももやなとかフィジカル的に問題があるからみたいなそこの筋肉を鍛えようでムキムキにしてる人はうまいでもあ、分かった分かったはいはいはい聞きたいことあるあれやろお前サッカー部やんななんでベンチ110もいるんみたいなやつはい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 見せ筋というやつです見せ筋を作る人はもう下手ですなるほどこれお名前出していいか分かんないんですけども〇〇くんですこれは知らんけど2個上の〇〇くんですくんはひどかったひどいひどいです場所言うたかよはいもうこの人だけはもう筋トレしかせる練習あります、はいはい、終わりました、はい、今日は自主練筋トレかな今日はシュート練習かな今日は逆にラン系かなボールタッチ系かなダメとこすぎたじゃない全筋トレ一択ただすごい筋肉はもうバッチバチ全部がもうマジでああもうむっちゃすごいで足だけ速いこの人もう試合出るかもしれん使えるじゃ使えるって使えるたまに点取りよん強いから鍛えすぎて強いってまあまあ使えるっちゃ使えるやんアイシールド21でいう鉄馬あそう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 もうポポーってもうそれだけでこういう筋トレ好きな先輩、あるある言いますさらに言います格闘技とかをやろうって言うね締め技やらしてとか4の時間消さしてやとか言うやつこれは絶対そのムキムキの人たちが言いますなるほどな、うん、ムキムキっていうかムキムキ目指しのやつこれは嫌われる絶対にそれは間違ってないなうん確実やわほんまに〇〇のパンチめちゃくちゃ痛い冗談パンチが痛くしたいって俺のパンチ強くね筋トレしてますおうこれすごいのが〇〇今その筋トレ生きたか知らんけど今競輪選手してる足もうバワーなんてすごいやん軽音学校入るのだってめっちゃむずいいやだから筋肉いってるやんと思ってあん時俺芝居といてよかったなってなってんねんでそっちの道行きたい人はいいとうん〇〇くんは成功する唯一パターンそれやったらもうムキムキやったらムキムキの線行っても中山筋肉さんとかボディビルを目指すとかなるほどね、うん、ただその時後輩を芝きたいがために筋トレするやつ絶対あかんぞ梅梅チャンネルはいということでベスト3いかがだったでしょうかこっちもそれはあるわいいなあるあるそれ見てる人も絶対にあるこれはそうやんなバスケでさえあったやろちょっと多少特徴は違うやろ、うん、同じやろ共通はそうやこれスポーツせんくてもその先輩でもあると思うで、ね、ロボット技術部とかもこういう先輩あると思うここのプログラミングやっといてとか自分でやれよみたいなあると思うで、ね
それないと思う。いろんな先輩に共通するあるあるやから。仕事の先輩後輩も多分絶対あると思う。うん、絶対ある。その雑務だけやらすんか。うん、これは回避しようも、もう回避はできません。もう頑張るしかない。頑張った上で、3年後、4年後、あん時頑張ったこと今生きてるやんってなるんですよ、これ、ほんまに。意味ある雑務と意味ない雑務があるからな。うん。それをしっかり見極めない。さあ、さあ、それ、あ、めちゃくちゃそう。見極めるの大事な、これ。これは自分にとって必要なのかと。ためになってるのかと考えた上で行動したら、嫌い、嫌われてる先輩も、いい風になると思う。3年後、4年後。はい、次回ですね、リアルある。第3弾は、1年生、絶対にやったらあかん行動、ベスト3でいこうかなと思います。奇妙から嫌われる来て、やったらこれは絶対にやるな。この3個だけ覚えといたら、もう多分人間的に嫌われません。1年やったらあかんことだけ、絶対共通やもん。絶対共通。とっておきベスト3。これを、ちょっといきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。